はい、こんにちは、松岡です。今日もね、めちゃめちゃレアなプラレールがね、中古店に並んでいたんでね、全部買ってきましたということでね、紹介していきたいと思います。ほぼほぼ廃盤ですが、今日はちょっと少ない、今日ちょっと少ないんですが、まずね、紹介していきたいと思います。まずはね、こちら、はい、こちらは200系新幹線の後尾車と中間車ですね。じゃあ開封していきましょう。全然野球はありませんが、なんか若干汚い感じ、ちょっとホコリも入ってる。あ、結構汚いね。焼けてはないけどね。いやー、これ入手できました。先頭車はなかったんですけどもね。うん、これはね、プラレルショップの昔のプラレルショップの限定のプラレルなんだよね。だから今だと廃盤か。いやー、これをね、入手できました。いやー、嬉しいですね。はい、こちら後で洗います。はい、続いてこちら、江ノ電ですね。ちょっと開封してみましょう。はい、こちらもボロボロの江ノ電、メイドインチャイナですね。あー、結構ボロボロ、ボロボロというかザラザラしてる。なんか汚いね。あー、汚いわ。結構汚い、ほころみりだ、こちらも。なんで、これも洗いましょう。551って書いてあります。その江ノ電の車両だと思われます。ここね、連結器つけたいよ、後にしましょう。はい、続いてこちら、江ノ電の300型のやつですかね。ちょっと昔売ってたやつですね。開封してみましょう。はい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 。こちらはね、先頭車だけ売ってました。シールの剥がれはありません。ただやっぱこちらも若干汚いね。あららら、ら、中も汚い。では動くかどうかだけやってみましょう。あ、ギア割れないよ。動くし、ちゃんと。素晴らしいですね。ただめちゃめちゃ汚いんで、後で洗います。これね、ここのシールがね、取れないように洗うのって意外と大変なんだよね。はい、まあ、これ後で綺麗にします。はい、続いてこちら、井の頭線ですね。井の頭線の先頭車を入手しました。開封します。はい、こちらでございます。中は汚いんですが、これね、動力車部分がないんで、もうこれだけで売ってたんだよね。で、中間車も後尾車もなかった。いや、不思議ですね。超不思議。後で洗います。はい、続いてこちら、211系の先頭車開封してみましょう。はい、こちらでございます。シールの剥がれはありません。あー、でもちょっと待って、よく見たら汚いわ。ほら、こうやって汚れがここだね。なんか、何の跡なんだろう、これは。一体何かの跡がいっぱいついております。でね、今気づいたんだけども、これ動力違うよね。グレーじゃん。で、211系の動力車ってそもそも黄色だから車輪、ね、これ違うやつだね。中身も結構ほこりまみれですね。いや、汚いけどもさ、電池を入れてみましょう。ギア割れしてる。ギア割れしてる上に動かない。はい、結局全く動かないし、ギアも割れてるっていう感じでした。結構ひどいですね。はい、そんな感じですね。ちなみにメイドインチャイナって書いております。こっち側はいいけども、こっち見るとかなり焼けちゃってますね。はい、こんな感じでございます。これも後で綺麗にしましょう。最後なんだけども、こちら詰め合わせですね。では開けてみます。はい、見るとね、なんか造形部品がいろいろ入ってるって感じなんですね。ちょっと一個ずつ見ていきましょうか。まずはこちらの木、多分プラレールじゃなさそうだね。ジャパンって書いております。これなんだろうね。これね、僕結構何個か持ってんだけども、未だに不明。これ一体何の造形部品なのかが全然わからない。はい、これですね、車両基地の部品がこれちらと、これ2本あって、河川、じゃあ車止めが5本あって、で、これ古いタイプのやつだよね。上までシールが貼ってあるっていう。で、信号所の信号機があって、よくわかんない、これよくわかんないものも。これなんだろう。あ、でもトミーって書いてある。これなんだろう。お、何これ、ここ押すとなんかポーポーってなる。これ一体なんだろうね。プラレールなのかな。ちょっとこれわかんないよ。はい、そんなものと、こちら、いや、これがあったんだよ。ちょっと開けてみます。はい、こちらはね、信号機、何かの信号機だと思われ。で、これは入組切りの信号機じゃない、
警報器だ、警報器。ジョイントがあったんだ、ジョイント。こちらジョイントがね、5個も入っておりました。割と綺麗なんだよ。すげえ、メイドインジャパンだよこれね。本なくしやすいからさ、なかなか中古店で見ることってないんだけど、ここはね、売ってました。いやー、非常に嬉しい。はい、という感じでございました。買ってきたプラレールはこれですね。はい、ということでですね、こちらのプラレールを今回買ってきました。こちら今ちょっと結構汚いんで、これから洗っていきたいと思います。ネギの再現とかにね、使っていこうかなと思います。ということで今回はこれで以上でございます。